皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。本日はショパール3モリツリファレンスナンバー8300の実機レビューをお送りしていきます。ショパールは1860年創業のスイスの時計メーカー、時計職人のショパール家とジュエラーのショイフレ家、2つの歴史を持っています。時計メーカーとしての優れた技術と宝飾品メーカーとしてのラグジュアリーなデザインを合わせ持つ超名門メゾンです。今回ご紹介するサンモリツは1980年に発売されたコレクション、現行の人気モデルアルパンイーグルの誕生のきっかけになったかつてのベストセラー作品です。ブランド初のステンレスシール製のモデルでもありました。今回ご紹介するのは1997年から1998年頃の間に製造された初期ロットの作品。製造数が少なく実機は滅多に見ることができません。私も今回初めて手に取りました。アルパンイーグルをお持ちの方、または検討されている方、ぜひ比較しながら楽しんでみてください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速機能面から見ていきます。基本機能はセンターに時分秒の三振、日付表示は4時半の位置に小窓で配置されています。搭載される機械はジャガールクルト製889、1984年に登場したもので、1992年に発売されたジャガールクルトマスターコントロールにも搭載されていた自動巻きムーブメントです。リューズでの操作は長針の調整のみ。基本設計が1960年代のものなので、昔ながらのドレスウォッチ用薄型ムーブメントらしい繊細な触り心地が特徴。889の弱点である時刻調整時の張り飛びはご愛嬌ということで、振動数は毎時28800、パワーリザーブは38時間、防水性能はカタログ値で 100m。 続いて外装デザインです。ケースはステンレスシール製、ケースサイズは 37.5mm 径、縦サイズラグトゥーラグが 40.5mm。 リューズには創業者の名前 LUC ルイ・ユリス・ショパールのロゴが刻まれています。裏蓋にはモデル名であるサンモリッツと、その由来になったスイスエンガディン地方の町、サンモリッツのシンボルマークである太陽の刻印が彫り込まれています。ケースの側面と裏蓋はポリッシュの部分が多く、キラッと華やかな印象ですね。かと思うとフェイス面とベゼル表面は筋目仕上げになっており、落ち着いた印象に。あまり見かけない感じの仕上げ分けになっています。ケース形状も独特ですよね。それからベルトの付け根の部分、ほぼラグレス構造です。ここもまた変わった設計ですね。まじまじと見てしまいました。ケース上部とベルトの一コマ目をジョイントでつなぐ形になっています。そしてブレスレットのコマ、ここのデザインは現行のアルパンイーグルとそっくり。真ん中を一段高くし、薄いながらも立体感を生み出しています。こうした独特なデザイン、設計の数々はジュエラーとしての顔を持つブランドだからこそ実現可能なものなのでしょうね。バックルは両開きタイプ、ここも薄く作られています。続いてフェイスデザインです。光沢のあるホワイトの文字盤には太めの針とアプライドインデックスが、秒針も長く優れた視認性を実現しています。インデックス4箇所がローマ数字になっていることもポイント。ローマ数字を置くことで高貴でドレッシーな印象を強めています。性能にしてもデザインにしてもドレス的な要素とスポーツ的な要素をうまく溶け込ませています。まるで普段使いに適した一粒ダイヤのリングのような仕立て上げ。そしてリストショットです。手首周り 16.5cm、 幅 5.4cm の場合、ベタ塗りの文字盤含め一つ一つ見ると平らな部分が多いはずなんですけど、やっぱり不思議と立体感があるんですよね。 37.5mm 径でこの迫力と品の良さ、なかなか出せるものではないと思います。普段使いの中でもかなりビジネスによった使いこなしができる時計なのではないでしょうか。綺麗に整った清潔感のある顔立ち、程よくドレッシーに見せつつもどこか素朴さも感じさせる、日本のビジネスシーンにはぴったりかと。以上、本日はショパールサンモリツリファレンスナンバー8300のご紹介でした。こちら廃盤モデルで当時500本未満しか製造されていなかったらしく、今は買おうと思ってもなかなか巡り合うことができません。見つけることができれば100万円台での購入が可能かと思います。気になった方、ぜひ気長に探してみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。